今日も元気に V チキン。どうも、ポジテーマです。今日も楽しんでいってください。ということで、今回は、まあ僕がこうやって顔出しするのも含め、新しいことにチャレンジしようと思っています。まあタイトル通りなんですけれども、僕がですね、ザードさん、それから、サードアンダーグラウンドさん、ね、ザードさん、ザード、ね、もう有名的バンドですよ。ザードと、それから、サードアンダーグラウンド。もうその二つのバンドを皆さんに、知ってもらいたいということで動画を撮っております。飾れないから、いろいろイベントやってるんでね。僕はですね、ザードさんのファンで、まあ中学2年生ぐらいから、まあ、いや、中学1年生の時から、だんだん、じゃあ、ドラゴンボール GT のエンディング曲、Don't You See で、まあ、ザードさんと出会ったんですけれども、まあ、まあ、それが中学ぐらいで、まあ、今、僕、19歳なんですけれども、まあ、よく聞いていて、まあ、僕もそうですけど、とても勇気づけられる歌詞になっているんですよ。まあ、それはもう、おいおい動画に出していきたいと思うんですけれども、まあ、やっぱりね、今の若い人って、やっぱり、ザードという、バンドと、やっぱ接することがない、少ないんやと思うんですよ。で、なんか知らんな。でも、負けないでやったら聞いたことあるなとか。でですね、もう僕も、まあ、いろんな人に伝わるその歌詞があると思うんで、やっぱりね、ちょっと、でも、聞いてくれる人が増えればなと思って、まあ、いいんやでっていうのを、まあ、ザードもそうですし、サードアンダーグラウンドの魅力も、この動画を通して語っていきたいなと思っています。昨年デビューしたね、そのサードアンダーグラウンドさんですね、ザード酒井泉さんのね、この方の、もういっぱい映ってますけれども、歌詞また歌を、まあ、歌い継いでくれている方々で、まあ、バンドなんですけれども、次世代トリビュートバンドとしてこの4人の方は、活動されています。やっぱりね、ザードの酒井さんの歌詞って、もう何遍も言いますけど、いろんな人に、こう、刺さるというか、響くわけなんですけれども、どの時代の人の心にも響くと思いますし、頑張りたいけど、いやー、ちょっとな、不安やなーって悩んでる人の背中を、もう押してくれる、そんな歌が多いです。まあ、恋愛の歌もちょっと多いんですけれども、恋愛の歌なんやけれども、応援ソングに聞こえたりですね。すごい特殊な、まあ、いろんな顔を持つ歌というか、まあ、そんなんも、もうほんまに皆さんにお伝えできたらなと思っているんですけれども、まあ、やっぱりでも、僕が語るって、まあ、ザードファンの方にはね、すごい先輩の方、まあ、歴で言うても、年で言うても、やっぱり僕より上の、年上のね、方の、まあ、なんていうか、層というか、やっぱり大先輩が、ファンでも多いと思うんで、まあ僕は、ザードさんのことについて、サードアンダーグラウンドさんのことについて、まあ知識として、浅はかな部分が多々あると思いますが、SNS を通して、もっと学びたいですし、まあ、当時ザードって、こんな存在やってんでとか、やっぱり今の時代やからこそ、こう、知れると言いますか、ファンの人とも共有できるものがあると思いますし、ザード、サード、アンダーグラウンド、共に応援していきたいと思っています。ただ、僕が動画で話すこと、まあ、その魅力にね、ついて語っていくことは、すごい僕の個人の意見ですし、見てくださっている人と意見が異なる場合がありますよね。それを踏まえて聞いていただけると、嬉しいです。また、その意見ちゃうやろとか思うことがあるかもしれませんが、僕はそのちゃうんちゃうっていう、そのリスナーさんというか、まあ視聴者さんの意見を尊重したいと思っています。なぜなら、まあ、ザードさんもサードアンダーグラウンドさんも皆さんがどのような感情、どのように思って聞いているかとか、まあ、そういう意見もなんていうか聞いてみたいからですね。なんか僕のなんていうの、僕のなんていう意見が全てじゃないじゃないですか。
まあ何でもそうなんですけど、僕はこう思ってるけど皆さんは、まあ俺はこう思っているよ、私はこう思うねとかいう、その意見を飛び交わせることが、まあこの SNS だったり YouTube だったり、まあ最大の活用方法なんじゃないかなと僕は感じています。まあその、まあいろいろ話す中で僕の一意見も多々あるんですけれども、やっぱり共感していただけたら幸いです。さて、ぜひ、ザードさん、もうザードさんっていうのが呼び慣れないんですけれども、サードアンダーグラウンドさんの、おすすめの曲、またおすすめの曲と言いますか、皆さんの、これ好きやでっていう、これめっちゃ好きやねんっていう CD じゃない、歌、ね。僕はですね、Don't you see、やっぱり。Don't you see の Don't you see がやっぱり好きなんですけれども、まあ理由も書き添えてくれたら、まあめっちゃ嬉しいですし、コメント返すんで、好きな曲、コメント欄にどしどし書き込んでください。今日はですね、こんな僕の話を聞いてくださり、ありがとうございました。また会いましょう。ちょっとね、もうちょい綺麗にしときますわ。